愛知県によりますと去年の男性の育休取得率は10.8%で女性の94.4%を大きく下回っていますこうした中男性従業員が育休を取得した中小企業などに対し奨励金を支給する県独自の制度が創設され昨日から申請の受付が始まりました対象は従業員数が300人以下の法人または個人事業主で 今年4月以降に育休を取得した従業員がいるなどの条件を満たすと、1事業者につき50万円から100万円が支給されます。大村知事は昨日の会見で、これを契機に育休を取りやすい職場環境づくりを一層促進していくと話しました。